助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。この後、白旗を持った機械生命体の案内で機械生命体の村に行くことになりました。なあ、兄ちゃん、なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ。記録によると人間は股間を隠して生きていたそうだ。股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。黙って履いてろ、イブ。分かったよ。でもなんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ。俺たち機械生命体はこんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで知性を得ることができたらしい。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああじゃあ頑張って食べるよ。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥービー、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かに、あなたたちにとって私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。この村に住む者たちは戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目で確認してみてください。この後パスカルから預かった燃料フィルターをアネモネに届けることに。オペレーター210より9S 定期連絡を行います。本日は 9S に重要事項の連絡があります。何でしょう。整備部から 9S の飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとのことです。あ、いや、だって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください。以上。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。アネモネに燃料フィルターを届けると、今度はパスカルに高粘度オイルを届けることになりました。随伴する機械生命体反応が多数。全ヨルハ部隊に出撃命令が下りました。大型兵器、トゥービー、やっぱりこいつらは僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。オペレーター210より連絡 9S。 悪いニュースと良いニュースがそれぞれ一つずつ。まず巨大兵器は2体存在することを確認。2体、
あんなのか。次は良いニュース。前回の巨大兵器との戦闘データから敵兵器装甲を分析、弱点と思われる箇所の特定に成功しました。また得られたデータを元にした射撃ユニットの改良が完了。搭載した飛行ユニットを配置します。さすがは夜破壊発明。マップデータを確認してください。了解しました。トゥビー、司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。分かった。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。一気に駆け抜けよう。場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行での接近を推奨します。了解しました。敵大型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。